こんにちは、ブランドバイヤーズ社長です。本日も9着ご紹介させていただくんですが、オール、いや、1枚だけね、丸ボロありますけど、他全部ロック T シャツですね。で、店頭でもう完売状態のものばっかりです。なので、まあこれ全部持ってるっていう人はいないと思うので、よければ最後までご視聴いただければと思います。本日夕方夜6時より店頭にてご試着およびご購入が可能。夜9時から下記概要欄にて、オンラインストアでね、買っていただけますのでよろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、まずですね、ちょっと解説も含めてね、これご紹介したかったんですよ。メタリカの Inside I'm You Sad But True、 これ同じなんですけど、こっちがねメタリカタグのものになります。まあ、あの画像出しておいてください。メタリカタグ、黒赤のねメタリカタグと呼ばれるもの。これもね、メタリカタグもすごく偽物ありますね。偽物の方がこの文字の出来がいいっていう、なんとも。まあ30年前のものなんでね、細かな刺繍の機械の技術とかも今は進歩しちゃってるので、偽物の方が文字が綺麗っていう本末転倒なことになっちゃってるんですけども、これメタリカタグのもの。で、サイズ L ですね。で、こっちがヨーロッパ。うん。で、ヨーロッパなんですけど、ステッチがシングルなんですよ。だから、おそらくヨーロッパで販売された最初期のモデルとお考えいただいて問題ないと思います。色味がねやっぱり全然違う。これは本当お好みだと思います。メタリカタグの方がちょっと黄色みがかかってて、ユーロ、ヨーロッパと呼ばれるものが少しブラウンっぽい色味になってますね。で、まあ、くびりぶに関してはメタリカタグの方が太い。まあ、多少ちょっとユーロの方がやれてるので、細くなってるってもありますけど、ね、で、バックプリントも違うんですね。まあ、こっちがね、俗に言うレアバージョンと呼ばれたりもしてますけども、まあ、実際何十枚も売ってきて、そこまでこれがじゃあめっちゃ珍しいのかって言われると、まあ、そこまで僕はあまり差はつけてません。なので、まあ、ただまあ、こっちが確かに少ないのは少ないのでね、こっちがいいっていう方もいれば、逆にこのブルーのね、色使いがとても綺麗で、いい意味でメタリカっぽくないカラーリングです、こっちは。だからこっちがいいっていう方も当然いらっしゃるし、僕個人的にはほんと優劣つけがたいかなと思ってます。こっちが L サイズ、こっちはタグ飛んじゃってますけども、XL で間違いありません。こっちね、ユーロの方は XL で間違いないと思います。本当にお好みですね。はい。ぜひともお願いいたします。2枚いっぺんに出してます。次ですね、パールジャムいきましょう。パールジャムのもうこれはグレートランドで一番人気あるんじゃないですか。キッズガンのゴールドの文字にバックがグリーンのタイプですね。で、これもね小さいのが多いんですけど、タグ飛んでますが XL で間違いありません。袖シングルステッチの裾もシングルステッチ XL です。しっかり肩幅があって身幅もしっかりとある。詳しくは響きの着用動画参考にしていただきたいですけど、コンディションもねいい感じで、ちょっと生地が柔らかくなってやれ始めてる感じが素晴らしい。バックプリントが結構ね剥げてるもの、かなり薄くなってるものも多い中、しっかりとバックプリント残ってますので。またフロントのコピーライトもしっかりとパールジャム1992とここに書いてるのですが、読み取れるところもポイント高いかと思います。首リブの伸びもあんまりありません。はい、これほんと高くなりましたね。グリーンの文字以外もいろいろパターンがありますけども、やっぱりグリーンの文字が一番動きがいいような気が個人的にはしてます。私のね嫁が着てるのもこちらのグリーンです。ということでグリーンには特に思い入れがございます。はい、パールジャム続きます。アライブです。ナイスマンタグのラージになってます。ナイスマンとかリーっていうのはね比較的僕は好きなボディなんですよ。
何かっていうとジャイアントぐらいしっかりと生地に厚みがあるんですけど、たまにねジャイアントってこう外れ個体っていうかバカみたいに着丈長いとか、なんかすんげーどんくさいシルエットのものが多い中、ナイスマンだったりリーって丈長すぎずで身幅しっかりあって、かつ色落ちも綺麗、まあこれは好みによるんですけど、僕個人的には綺麗だと思ってます。で L ですけど、あと縮みにくい、うん、だから当時は縮むことっていうのは当時から良くないものと、されてるはずなので、結構高価なボディっていうかしっかりとしたボディだったんでしょうね。 100% コットンメイドイン USA となってます。で赤の発色も綺麗で、特に目立ったダメージなどもなくて、綺麗なサイズ感の L サイズなので、まあ、よっぽど体格の大きい方以外であればこのサイズでいいと思います。スッキリと着ていただいてもかっこいい T シャツです。シルエット的にねスリムなパンツに合わせると本当になんか海外のバンドマンみたいな感じで、まあ、こういうキャップとかかぶってね、着ていただくのも逆にも今っぽいんじゃないでしょうかといったイメージです。お願いします。次ですね、9インチネイルズのフロント刺繍のボックスロゴ T シャツ、バックがパープルのこれですね。で結構コンディションがこうフェードが効いてて使用感があって僕個人的には大好きです。袖シングルステッチの裾シングルステッチ、タグはしっかり残ってるんですよね。オールスポーツの布タグの XL となってます。いいでしょうこれ、個人的にも欲しいです。残れば買いたいなっていう、こういうちょっとジャンクなフェードが効いた T シャツに目がない僕としては残れば買いたいんですけど、まあ残らないでしょう絶対に。で比較的これ安く買えたんですよ、うん、タイは特にコンディションが悪いものってのはかなりというか結構値段つけてるディーラーも安くつけたりしてるので結構安く買えたので即買いでした。つまりまあ安く買えたってことは普段より販売価格も安くなるってことなので、まあ、残ることはないと思ってます。争奪戦かな。なので、どうしても欲しい方、特にこの首の部分とか見えますか、これかっこいいでしょこれ、うん、これに共感いただける方はもう6時ズバに来ていただいた方がいいかな。はい、ということでお願いいたします。打って変わってコンディション次いいんですよ。マルボロのね、まあ、僕ら電車って言ってますけど、シャーリンとかマルボロアンリミテッドの T シャツ、まあワンサイズなんで XL です。コンディションも良きです。袖ダブルの裾ダブル、大体これダブルですね、うん、でポケットにありがちなこの縫い目の部分の破れもございません。プリントもこの聞こえるかな、ガサガサ、わかります、このガサガサ感、これも新しい証拠です。はい、で緑っぽく色落ちするボディじゃなくて黒っぽく色落ちするいいボディの方ですね。うん、まあ縮みも全然ないのでご自身の本当に好みの色サイズ感に育てていただける一着だと思います。このあたりもすごく高くなってますね。でまあリザードだったりスネークだったり、狼だったりに比べてよりちょっとね派手なんですけど、まとまりがあるデザインというかバランスがいいですね。よく見ると四角くまとまってるっていう感じでね。でブルーのこの色もすごく綺麗なので今後さらに相場高騰すると思います。 3,4 年前だったら日本で全然1万円しなかったんですけど、今も2万以上つけてるお店もちらほら見かけますので、まあ、グレートランドが多少ねマルボロ T シャツ値段上げちゃった感はありますけども、ぜひともお願いいたします。次です、これ次おすすめです。G&M ミュージックカートコバンザサイズゴーンのユーロの XL、うん、色がねこれ綺麗なんですよ。このタイプのねユーロ僕久しぶりです。白です。はい、でまあもちろん袖ダブルの裾ダブルでボディはユーロっぽい、ちょっとだけ柔らかい感じでね、いい感じにやれてます。で着丈長すぎず、身幅はでもしっかりあって、肩もねこれハンガーここでこんだけ落ちてるんでいいサイズ感ですね。個人的にこれも欲しいなと思っております。はい、お願いします。あと2枚ですね、ピンクフロイド犬神家のフルーツですね、フルーツの L だな。はい、袖シングルステッチの裾シングルステッチで、後ろがロボットアームの方の L サイズです。コピーライトは横に入ってるタイプですね、1994ピンクフロイドとなってます。これもう XL でも L でももう9時台でオンライン販売開始ですけど、9時5分まで残らない名作 T シャツになってますのでお願いいたします。最高です。
ラスト、マリリン・マンソン、ロック・イズ・デッド、ウィンターランドのエクセル。トラビス着てましたね。で、マリリン・マンソンの T シャツの中でも、まあ、バランスが良いっていうか、このバックプリントのね、単色の派手なというか豪華なツアーのプリントに、このフロントのすんごい色使いのデザインで、これよく売れますよね、特に店頭で。なんかオンライン受けっていうか店頭受け、実際実物見ていただいて、あ、やっぱいいよねってなる T シャツなのかなと。なんかこう、マリリン・マンソンの中でも、それこそ2年ぐらい前とか、一番最初にバンって跳ねたなっていう T シャツのイメージなんですけど、皆様どうでしょうかね、何年かお好きな方。個人売買、それこそメルカリとかでも、一番最初のなんか3、まあ、ビリーブとかね、あの辺を除いて、このあたりのミドルレンジのマリリン・マンソンの T シャツの中では、一番最初に3万円、取引相場を超えてきたなという、イメージの T シャツですが、今となってはもちろんそんな値段でも買えませんし、偽物ばっかりとなってます。しっかりウィンターランドのタグがついてます。コピーライトこれ入ってあります。ここにちょっと笛さん拡大しててください。ここはい、ということでもう同色なんでね、あったんだなってところがいいんですけど、はい、なってます。こちらも、9時から販売開始ということで、本日も9着ご紹介させていただきました。ちょっと趣味思考主観が入ったので長くなっちゃいましたけども、こんな感じで、まあ、あの情熱的に、ビンテージ T シャツ今後もご紹介させていただきます。ちょっと響きがいないとね、なかなかだいたい動画15分ぐらい喋って、それをまあ8分9分10分ぐらいにギュッと凝縮してもらってるんですけど、なかなかね辛いものがありますけども、もうゴールデンウィークも明け、この動画公開の頃には明けてて、ちょっと店頭も落ち着いてるかなと思っておりますので、はい、もうちょっとだけ一人で頑張りますということで、最後までご視聴ありがとうございました。いいねしていただけましたでしょうか。詳しくは概要欄 URL クリックで見てみてください。ブランドバイヤーの社長でした。バイバーイ。